さんとあとテンポの雰囲気っていうのを見ながらイメージして登壇で作られた。そうですね、モデルさんは初めましての子じゃないので、はい、まあ、私も分かってたのはあるんですけど、まあ、そのモデルさんのやっぱ素材っていうのを生かして作ろうかな。まあ、肌も綺麗ですし、スタイルもすごくいいので、モデルさんを生かして全部スタイリングされるんですけど、一番そのモデルさんを生かすっていうことで、どこが一番ポイントなんですか？肌の色とか髪質とかいろいろあると思うんですけど。でもなんか彼女後ろはパーマかかってるって言ったんですけど、やっぱこの辺とか癖毛なんですよ。でなんか別にそこをあえて伸ばすっていうよりはそのまま出したりとか、お肌もすごい綺麗なのであんまり補正せずに、もうファンデーションとかつけずに仕上げたりとか、そうそうですっていうのをアシスタントの子も今日やってくれてるんで、チークとかもほんのり入れてるんですけど、こう隠すっていうよりはそのまま生かすぐらいの感じです。いや、はい、撮影とかでは、はい、はい、そうですね、自分でやるときはそんな感じです、はい。自分でも撮影されますか？自分は持ってますけども、全然 iPhone が多いですね、はい。ちなみに機種選びたんですか？ iPhone10。 カメラは、キャノンですかね、はい、もし自分で撮るときは、はい、1年に1回本当にそんなに撮ってないので、昔は撮ってたんですけど、今は全然撮ってます。携帯の方が編集も早いし、お店のスタイル写真か自分の SNS か、あとでもセミナーで撮るときももう携帯で撮っちゃうので、自分でセミナーとかでも携帯で撮影するんで、もうほとんどカメラあんまり使ってないです。はい、すいません。お客さんに対しての集客みたいなっていうのがなんか出てきてるんですか？いや、もう今 SNS に上げてる写真とかスタイルはなんか集客用には自分は撮ってなくて、なんか本当に好きな世界観と好きなデザインとかで撮ってるので、なんかそれにしたいって来るっていうよりはイメージで撮ってる、イメージ感じです。真似できる写真はあんまり撮ってないというか今、はい、なのでお客さんにその直接オーダーをいただくことはなくて、ほとんどどっちかというとそのお客さんの仕上がりの写真を載せたものに対してこれにしたいですっていう方が多いかもしれない。それもご自身で撮られる？はもう帰り際のお客さんの後ろ姿とかも撮らせていただいてて、そっちの方がよくあるかもしれないです。好きな世界観とかイメージ作りっていうのは結構常に変わっていくものですか？そのどういうところからインスピレーションを受けて作られますか？最初ここに入社した時は多分自分が作ってきたスタイルと、まあ、ベールっぽさっていうのが全然違うものだったので、もっとなんかすごいフェミニンなお店にいたんで、はいはい、巻き髪ももっとしてたし、でもなんかこっち全然違うスタイル、全然違うスタイル、だからこっち来てなんか何ですかね、まあその代表とかが作るのを見たりもそうですし、なんかひたすらの作撮りをしてなんかどんなのが今っぽいかなとかをなんか見ながらやってきます、まあ、あと写真集とか見て、別にその髪型を真似するっていうよりはこういう写真のイメージで撮りたいとかので参考にしたり、なんか本屋さんでいっぱい見てました。まあ、でも今 SNS が結構あるんで何でも画像見れるんで、携帯で見たり、そうですね、そういうのでイメージしたりも多いかもしれない。